こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。お疲れ様です。今回は。これはクリアできないので、このセラフ刀剣武術祭っていうのをピックアップでやっていきましょう。あ、ダメだ。イベントストーリーをクリアなってる。まあ仕方ない、メインストーリーに行こうです。はい、本当にこれダメなのか。これだろう。交換所っていうのがあるんだ。ああ、結局第2章クリアしないといけないんだ。第2章で行きましょう。ハード設定で行います。ハード設定、一瞬の油断も許されません。もし油断したらウルトラソ…は？はい。え？はい、おしゃべりはそこまで。エミュレーターに入りなさい。訓練内容…おいよ。はい。あれ？これ…なんか見たけどな。
入ったとこで一回抜け出したから再度やり直しになったんか。入る前の段階で。とにかく正確に最速でな。そんなことできたらすでに猛者じゃん。敵さんも来たよ。あ、もう。いきなり？強そう。なんか負けそう。終了です。輸送車はポイントデルタまで護送完了しました。輸送車の損耗率は 4% です。5% 以内でしたら許容範囲です。ギリギリ9大点って感じで。よっしゃ！やりましたね！そりゃあ私らがいたらな。姉さんと組めば最強にゃん。大量の輸送車を護衛すると、どうしても陣形が長くなる。今回は両部隊で何を優先させるべきかの判断が優秀だったわ、うん、あとデフレクタ残量によって取るべき行動が変わるということはちゃんと理解できてるみたいね。それじゃあ今日はこれで解散とするわ。お疲れ様でした。え？監視かしねえな。なんだよお前のその前向きさは。この戦時下でそのブレない前向きさすげえよ。すごすぎてリスペクトの念を抱き始めてる自分がいるよ。なんや知らんけど急いだ方がええんとじゃ。その通りだよ。なんで私はどうでもいいリスペクトの念を伝えるために長尺で喋ってたんだよ。そして結果これも長えよ。急ぎましょう。何が起こったんだ？おや。ロータリーモールをパトロール中の哨戒部隊が発見したわ。してやられた。何言ってるの。あなたたちが割り当ての地域を埋めたから場所が絞れたのよ。いや、個室が遠ざかったと思って。セラフ部隊に個室などありません。 31A は有明区域の指定ポイントに急行し、ロータリーモールを討伐しなさい。了解。言っとけ。了解。夕方が大変だ。ちょっとチェンジ。編成中か。情報が少ないから油断は禁物だぞ。了解。
やっぱしぶとい。あ、レベル19まで一気やな。慎重にな。あたしらならやれるさ。すごい。そんな、あれ、何かな。慎重にな。よっしゃ。素敵ですね。ぶち殺しやがる。
すごい。レベル上がりました。確かに。おい、タマ！もし地球外生命体がおったら、もっと決体な姿や。それがまさにキャンサーだわ。何と戦ってると思ってたんだ。ルカ、どうする？中央にユッキー、前にメグミンと私、一泊待ってつかさっちの順番で一気に叩く。おタマさんとカレリンは後ろで周囲の牽制とフォローをしてくれ。さあ、ボス戦。結構やっぱり食らうなぁ。びっくりした。あ、逃げやがった。元気はもらえず。逃げ合えるっていうケースあるんだな。司令官に繋いでおくれ。了解しました。少々お待ちください。そう、逃げられたのね。ごめん。謝ることはないわ。地中に逃げ込むなんて想定外よ。あなたたちから逃げられるなら他の部隊でも撃破率は低いわ。確認するけど、外郭を破壊してから敵は逃げたのよね。ああ、その手応えはあったよ。戦ってみてどうだった？そんなに強いとは感じなかったかな。逃げられなきゃ倒せてたと思う。分かったわ。ヘリを飛ばすから起動しなさい。戻っていいの？代わりに監視の部隊をよこすわ。それとも徹夜で保証に立つ？私はそれでもいいわよ。作戦の訓練もあるし、それはさすがに無理でしょ。紹介任務は現地国をもって中断します。あなたたちの成果で
危険度は格段に下がったわ。数日は通常の哨戒網で対応できるでしょう。ロータリーモールが発見できたら出撃命令を出すわ。しばらく待機してて。了解。お疲れ様。ありがたい。ということで戻ってきました。たまには一人でゆっくりしたいな。ロータリーモール問題も抱えちゃってるし。よし、このカフェで過ごそう。ウインナーコーヒー、名前だけは聞いたことあるけど、どんなコーヒーなんだろう。まあ少なくともウインナーは入ってるだろうし、肉大好きな私が嫌いなはずがない。注文お願いします。ウインナーコーヒー一つ。ウインナーってどういうの。これは、え、この泡の下にウインナーが隠れてるのと思ってた昔は。甘い。これは生クリームだ。コーヒーとは合うけど、ウインナーとは合わないよ。でもコーヒーとしては美味しい。飲み終わったけどウインナーは入ってなかった。ウインナー入れ忘れてますよと言うべきだろうか。いやいや、頑張って経営してるんだろうし、そんな細かいことにクレームを言えるようなご時世じゃない。きっとウインナーが品切れだったんだろう。いい気分転換になった。いい店だったな。ウィンナー入ってなかったけど。前回はどこまで行ったんだっけ。新曲作ろうと息巻いて、それぞれの演奏スキルがあまりになさすぎてグダグダになって解散になったところまでですね。そうか。私らを呼んでなかったか。どっか。ルカ、あれが気になってんだろ。まあね。何か問題が？ああ、ロータリーモールをもう少しのところで逃がしちまってな。ロータリーモールとは？キャンサー。有明ドーム近隣にそいつが出現して、その討伐を命じられたんだよ。そんな忙しいことに？強い敵じゃなかったんだけどさ、地面に穴を掘って逃げるなんて思わなくて。だからどうにか逃がさない方法を考えないといけないんだけど。わかります。私も作戦行動を考える時が一番悩みます。よろしければ話を聞かせてください。逃げるキャンサーなんだよ。なあ、あん時は距離取っとったやんか。張り付いてしばき続けたらあかんのか。私も最初は近距離でって考えたんだけど。こっちに攻撃意識が向いてるなら可能だが、逃げに回られたら質量差で止められないんだ。地中に引きずり込まれでもしたら戦闘継続どころか命が危ない。なるほど、逃がさない戦い方を考えないといけないわけですね。とにかくくっついて逃げる隙を与えないというのはどうでしょう。手段としては正しいんだが、そもそも31への戦い方から外れた戦術だ。短時間で最大火力をぶつけるスタイルだから、回避できない距離で耐える能力はもともと求められてない。そうなんだ。つまりそれぐらいわかるよ元艦長。被弾率が跳ね上がる戦いは誰かが犠牲になる可能性があるし、それで倒しきれるかどうかも不明。ギャンブルに同意するわけにはいかないっつうことだ。ま、こんな感じ。必死に考えてはいるんだけど、答えが見つからないんだよな。もしかして私たち
と相性が悪い敵ということじゃない、うん、もしかしてじゃなく、そうだよ、戦って逃げられたろ、確信を持って言えよ情報員、うん、いっそ司令官へ願い出て討伐は他の部隊に代わってもらった方がいいかも な。それも中途半端でね、 A メロと B メロまで作ったのにサビだけ未完成で諦めるみたいな、うん、そんな作曲するみたいにうまくはいかねえよ、お前は音楽の天才ってだけだろ。やだ、キャンサーを倒す天才でもありたい。ペニンコすげえ欲張りだな。まあ今はそっちの方が必要とされる才能だけどさ。それだけはすぐに手に入らない能力ですね。お？なんだ？あ、葵！え？私が何か？なあ、覚えてるか？訓練中にセラフを飛ばしてキャンさんの攻撃を防いでくれただろ？はい、そんなこともありましたね。私のスキルで。葵に手伝ってもらったら逃げられずに倒せるんじゃないかな。葵、ロータリーモールの情報電車で調べられるだろうから確かめてみてくれ。はい。なるほど。どうだ、ロータリーモールを逃がさないように足止めしてほしい。できるか？やったことがないのであまり自信はありませんが、多分確かにいけるかもしれない。ユッキーのお墨付きまでもらえちまった。これは価値格です。ありがとうございました。本当にやるんでしょうか？ああ、次現れたらまた出撃命令が出るから、その時は葵手伝ってくれ。一緒にロータリーモールを倒そう。わかりました。よし、バンド練習に戻るぞ。結局戻るのかよ。まずドラムのユッキー、ドンパンドドパン、このぐらいの BPM でリズムをキープしておくれ。はいはい、いいね。ここにそうだな、おたまさん、こんな感じでベースを送れ。はい。うんうん、いいね。葵もパワーコードでジャラーンと弾いちゃって。はい。おお、ロックになってきたな。これに私がリフを乗せ、うん、こんな感じ。はい。さすが元プロやな。だったら私はこういう感じで入ろうかしら。いいね。カリリン、私が鼻歌を歌っていくからそれについてこい。うん、ならうちはこんな感じの音をドーンと入れてくで。みんなすごかった。訓練でもねえのに、なんでこんな体力使わせるんだよ。曲になってきましたね。ワンコーラスはできた。2回繰り返して最後にもう1回 B メロとサビをやればフルコーラス完成さ。でもすぐ忘れてしまいそうですが。大丈夫、電池に録音してあるから、こいつを繰り返し聞いて体に染み込ませれば OK。 え、譜面は？ん？私は書いたことないけど。一度も？うん。さすが天才。うちかてそんなんいらんわ。お前は効果音出してるだけだからいいよな。でもノイズはノイズでもっと奥が深いぜ。ええや、受けて立ったるわ。お、やっほーい。
どうしよう。この辺上がったらなんかいいのかな。進んでいくのを追って、はいはい、気づかなかった。熱心に何をしていたんですか？発声練習だよ。息の吐く量を調節できるようになったり、滑舌が良くなる。それは仕事上私にとっても有用かもしれませんね。やってみます。どうでしょうか？いや、全くできてないよ。ただ可愛いだけ。そうですか。発声練習というのは難しいですね。ななみ、歌に興味あるの？いえ、特には。ただあなたたちのライブは見ていて胸が少し躍りました。少し喋りすぎました。戻ります。ななみ、リップロールはね、表情を柔らかくするとやりやすいよ。そうですか。参考にさせていただきます。カリスマが13に上がった。器がだけが少ない。さて、そろそろ帰るか。あれ、特技に寝ることって書けるぐらいなのに目が冴えて眠れない。元気が有り余ってるのかな。散歩でもしてくるか。一気に上まで駆け上がってくると、さすがに息が上がるね。お、うん、見たことない鳥だな。よしよし、チッチッチッ。おっと、もう行っちゃうのか。晴れるかな。晴れるといいな。よし、ちょっとした運動もできたし、いい加減眠れるだろう。帰ろっと。いきなりフリータイム。器ってなんだ。あ、器がない。あと、着いた。
それだけ？鍛えてみよう。ジムに来たけどどうしようかな。よし、今日は鍛えちゃうぞ。ホットだけあって部屋全体が温かいんだな。なんかすごい。両手を外側に目いっぱい伸ばして、片足を90度に曲げて、もう片方は目いっぱい伸ばす。ビーラバットラーサナ。ああ、肩甲骨と腰が気持ちいい。うん、はあ、いい汗かいた。そろそろ帰ろう。多分フリータイム。お、千。もちろん行きましょう。任せてください。ああ、分かっていると思う。行かない場合はどうなんだ。いつ誰？分からん。深めたいが、でもクリアしてないからいけない。なんか、つながり上昇すんのか。お、討伐任務を受けてくれるのか。行きましょう。5500。ちょっとやっぱまともな相手じゃないと思うんで、弥生に戻しましょう。これ行きたい。倒しました。強そうだけど
やるしかなさそうね。強い。倒した。早い。先はあるのか。あるみたいな。これ1体とさ、速やかに何かあるようです。なんだこのウォーファングって。今彼女は全性能16を持ってて、チップ装備薬は3つあるんだけど、これをウォーファングに切り替えます。この人が撮ってる。もしワイチコが持ってんのか。買って、装備し直さないといけない。
前に行こう。こうしてると戦線のことを思い出すわね。これ一体強くなった。倒した。奥にボスがいる。こうしてると戦線のことを思い出すわ。警戒せよ。これ一体一気に行こうぜ。風のささめき勝利君、我が示す道よ。よくタイミングだった。出ると戦線のことを思い出すわね。あれはなんだ。トレレポートは強化するやつか。すでに計略は動いている。
何かあるようだぞ。ヒルチップ、チップがあって回復力の能力を引き上げる。行き止まりだ。ってことはこれ以上行けないんだ。ってことはもうあとはエナジーが切れるまで適当に歩いて探していくしかないね。今エイダンジは21。こうしてる。行くぜ。山脇様に邪魔を。あなた、いつでどうだ。どう。私らならやれるさ。加速！
世界戦線のリーダーを舐めなきゃ。あと1回だな。こうしてると戦線のことを思い出すわね。どんどん行くぞ。これが最後。一遍死んでみる？やあ！山脇様に邪魔をされない！キラが調子！すごいな、これ。死んだ世界戦線のリーダーを舐めない。そうなんだ。フルコーラスでやってみますか。あれよ、いけるって。やってろやないか。お前の効果音を出してるだけだから。やったりましょう。いいわよ、頑張ります。まだ歌詞がないのだけど。なんちゃって英語でいいんだよ。なんちゃって英語。不思議なことに英語っぽく歌うと気持ちいいんだよ。あとでそれが作詞のヒントにもなるから結構有意義。やってみる。ユッキーよろしく。ワンツー。もうちょいだな。もう一回。ワンツー。うん。決めどころもうちょっと合わせよう。もう一回。ワン、ツー。あとちょっとだ。もう一回。ワン、ツー。しんどそう。違いが分からん。じゃ無限ループか。ん？お前同じこと言い出したからな。永遠に続くのかと戦慄が走ったわ。でも惜しいのは本当よ。ここまで会ってきたんですから、やりましょう。ええやないか。お前だけは気楽でいいよな。じゃあラストだ。ワンツー。やってやりました。
得やな。こら売れるで。お前だけはプロデューサー的な感想だな。みんな、外すげえいい風吹いてるからさ、夕涼みに行かない？いいですね。しゃーないやっちゃな。まずこっちこっち。なんだよ、夕涼みって言ったら炭酸でプシュッと行きたいじゃん。ビールなんて売ってないからな。わかってるよ。でもそれに近いのを見つけたんだ。これだ。炭酸水？ねえ、うちらも買わなあかんの？いかん。なんでやねん。では、乾杯。乾杯。うん、乾杯。うえ、味せえへん。味があったらビールじゃん。サイダーだろ。あれ、そう。ほんと、いい風。春も終わって、いよいよ夏が来るって感じ。この春はまさに出会いの季節だったな。それと同時に、戦いの始まりでもあったんだぞ。そりゃ訓練や任務で大変なことばかりだけど、私はみんなと出会えたことの方が大事だよ。なんでやねん。うちら切り込みたいやで。その隊長が何のんきなこと言うとるんや。まあまあ、いいじゃないですか。兵士でもありますが、私たちは女の子でもあるんですから。タマまで何言うとんねん。みんなのんきなもんやで。みんなが無事ならいつまででも続いてほしいぐらいだ。残念ながら無事な保証は全くねえな。ユッキーでも？むしろハッカーは一番体弱えわ。ギター背負ってツアー回ってたお前より強いと思えたか、うん、めっちゃ頑丈に見えるよ。象に踏まれても平気そうじゃん。ね、女性としてひでえ言われようだ。でもメンタルはそうかも。いつもみんなにズバズバ言うし、たまに怖いし。好きでツッコミやってるわけじゃないからな。ほんま先が思いやられるチームやね。お前が言うなよ。こんな日常がずっと続けばいいな。今日ここまでかな。集合してください。なんだ、あれアリーナ開いてない。本当だな。七瀬さんがいないのかしら。お手洗いちゃうか。七瀬さん全然来ませんね。彼女なんかあったの。じゃあ私らだけでアリーナ入る方法を探すか。い
ターの操作すんだよ。ユティがいるじゃん。私は訓練を受ける側だろ。なんで私が七瀬の代わりをしていいことになってんだよ。なってないのか。5人で訓練しても意味ない。そうか。じゃあ司令官入れるしかないね。お前の中でどんな絵が浮かんでいる？え？ユッキーがエミュレーター操作して私ら6人で訓練を受ける。通るか。怒られるわ。いや、あの人強いけど。それにきっと忙しい。じゃあやっぱりナナミンが必要だな。まだ戻らんちゅうことはお手洗いでもなさそうやで。どうするの？手分けして探すか。そうするしかありませんね。みんな、ナナミンが行きそうな場所を渡ってくれ。普通ありえないだろう。さて、みんなはどこを探してるのかな。これどこの力？これか、転生。あ、レベルが落ちてるんだ。なるほど。総合戦力が一時的落ちちゃうんだな、転生すると。
一気に片付けるぞ。風のささめき、勝利とは我々が命令しよう。なかなかどうでしょう。負けない。フリックしてしまった。敵をぶち殺しやがってください。いいね、このままぶっ倒してやりましょう。お疲れ様でした、ルカちゃん。あ、強くなっちゃいました。私らならやれるさ。風のささめき、勝利とは我々の命令に一応。なかなかだ。目にもの見せてやろうぞ。どうでしょう、このアングルからならどうでしょう。畳みかけましょう。まだ私たちは立っています。やばい、たまに助けてやる。助けました。ちょっとだけ苦労したでけすね。美しさに磨きがかかりましたね。しまいますよ。敵をぶち殺しやがってください。こいつはありがてえ。山内様、このままぶっ倒してやりましょう。うん、お疲れ様でした。これからもお客様の笑顔のために。一気に片付けるぞ。風のささめき、勝利とは我々が命令しよう。やっちまうべきなんでしょう。最高リーグ、勝利。はい、このアングルからならどうでしょう。そんなのもあるんですね。ただが感激するべき。敵をぶち殺しやがってください。いいね、このままぶっ倒してやりましょう。開けろ。 OK、 お疲れ様でした。これからもお客様の笑顔のために。
はい、ということで、今回ここまでとなります。次回交流あたりもやっていきましょうかね。交流できる人もたくさんいるんで。ということで今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。